吉村さんとこ左バッターなんですよ。左バッターにとって左足っていうのは軸足になるわけですね。それをやってしまった。靭帯ってね4本あるらしいんですよ。3本完全に切ってしまったと。神経も損傷している。野球どころじゃないんですよ。吉村さんはそれでも諦めずにアメリカに行って手術をするんですね。担当したのがですねフランク・ジョーブというお医者さんですね。後に桑田真澄さんのこの肘の手術の時も関わる大変アメリカで権威があるお医者さんなんですけども、ジョーブさんが吉村さんの怪我を見て